はい、始まりました、オリフェローズステーション、イエイ。はい、今日はね、若干早めに来たので、もう久々なんかな、久々に時間通りの放送なのかどうなのかわからないけど、拍手、イエイ。もうこの時間ね、仕事、今日全然お酒ね、飲まなかったのでね、非常にすこぶる、体調がいいと言いたいところですけどね、もう連日で寝てないんでね、眠いです。はい、まあそんなことはともかくね、オープニング行くまではちょっとこの感じですけど、オープニング行った後はまたいつも通りね、ハイテンションで放送で、ね、お送りしたいと思います。はい、そうですね、このスーツね、言われると思ったけど、今日ね、そう、セットアップなんですよ。よし、でもこれ今、俺がね、これ一番持ってるスーツやばいでしょ。もう歌舞伎町でこんなん着てるの多分もう俺ぐらいしかいないんじゃないかも、こんなめでたい野郎はね。うん、 T シャツにもなんかこれね、あのイエガーマイスターっていうね、お酒があるんですけど、それのノベルティ T シャツでAlways Party Hard って書いてあるんだけど、これあの意味訳したらドンちゃん騒ぎって意味らしいんで、俺にぴったりかなと思って、今日来てまいりました。はい、あ、そうそう、あ、エイソスよく知ってるね。あ、そう、バイマで買ったんだよ。そうそう、これだって上下合わせて多分3万円いってないからね。パンツも8000円ぐらいだし、ジャケットも1万8000円ぐらいだし、そう、全然。はい、バイマね、便利だよね、バイマ。うん、もうそうです。今日ね、もう飲むだ言ったら、もう俺の今日のあれなんて、もう靴があれなだけで、 T シャツもだってこれノベルティだからタダでしょ。これもあれでしょ、安いでしょ。もうネックレスは置いといたとしても全然、バイマ好きっていうか、なんかまあ便利だよね、便利。うん、バイマ便利。メルカリでもいいかなと思うんだけど、メルカリはちょっとまだ使い方がねわからないのでね、バイマ使ってます、バイマ。はい、だって今日はなんて言ったって多分ね、あ、今日この後ね、また3時から多分、今日ね、バンドメンバーはね、まあ、高弘だけ今日欠席ですけども、出勤してなかったんでね、まあ今日はね、大輔タイガーにはちょっとね待っといてもらいながら、はじめと、掃除とタケルで、本日はお送りしたいと思います。今日はどうせ後で飲むんで、今日ね、私は特茶を飲みながら、1時間、青いフェローズステーション、お送りしたいと思います。うん、はい、後でのコメント拾います。はい、それでは、オープニング方どうぞ。はい、よいしょ。バイマ安いです。バイマっていうか、このエイソスっていうブランドがね、結構ねお手頃というかね、今ね、まあ、最近着てるの見てないけど、まあ、掃除、俺が一回なんだっけ、黒いなんかあのスキーのデニム履いてるでしょ、なんかあのダメージのやつ、あれをね掃除が受け継いで、あいつ多分ね履き方がすげえ雑だから、ここの膝小僧のところにほんとね、あの手のひら台の穴開けやがって、まああれあげたんですけど、あれものデニムも多分1万ぐらいでね。そうそう、結構ねこれ便利、しかもこれ便利なのがね、あの俺あのタバコ吸わないのよ、タバコ吸わないから、あ、まあ、タバコ吸わないんだけども、ライターをね、スーツにあの ここにほら入れるとこあるでしょ、これがねあるかないかで俺の中でもこのジャケットの気に入り度が変わるんでね、あのもう名刺入れとライターとボールで一緒に入れるともうぐちゃぐちゃになるから嫌なんだよね。そうそう、バイマ好きから、あ、確かこのだって時計、今つけてる時計もね、これ今つけてる時計もこれあれだわ、バイマだ、これなこれもバイマで買ったわ。みんな何時来るんだろうな、今日ね、俺がね、そのミーティングが始まる前にちょっとね、いろいろ話さない、授業に話さなきゃいけないことがあったんで、先にそれ話してきたんだけども、
まあ、遅くても、まあ、今日は多分そんなね長くならないと思うんで2時前ぐらいには来るかと思います。はい、うん、トクちゃんの茶色が一番効くんだよ。え、俺トクちゃんの茶色飲んでるよ。あ、そうなんだ。なんかジャスミン茶バージョンも出たよね。なんかジャスミン茶はなんかあんまりね好んでは飲まないけど、もう全然何でもありますよ。はい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 。 T シャツノベルティですよ。だからこれ売ってないんじゃないかな、多分わかんないけど、うん、なんかねお酒のね T シャツってね意外となんか持ってて、だ意外とってもあと1枚ぐらいしかねえわ。なんかあのジーマあるでしょ、ジーマ。ジーマなんかなんだっけ、なんかフェスみたいのないかな今年。なんかそれのバージョンでジーマの T シャツもあるし、あとなんかよく先輩に連れてって言ってもらって、ノベルティシリーズ結構多いかもな。なんかたくさん、なんだろうな、まあ、T シャツ結構多いからね、 T シャツ。そうそうそう、もうなんていうのかな、毎年その服の好みが変わるから、まあ、撮影もあるし毎度毎度ね、なんかいろいろ買わなきゃいけないんですけど、最近ね、なんかその服が多くて着回しできてるからね、最近全然買い物行ってないし、ただスーツがね、めちゃめちゃあるんだけども、その夏用のスーツっていうのはやっぱあんまり持ってなくて、だから今持ってんの夏用だったら、その青いやつと、なんかグレーのフードついてるやつと、あとなんだろうな、まあまあなんかいろいろ、なんかいろいろあります。そうそうそう。そうなんですよ。この間フェローズでシャンパン一緒に飲んでくれてありがとう。あ、あれだな、いつも見てますみたいなこと言ってくれた子かな。2本入れてくれた子かな、わかんないけど。うん、そう。ノベルティって何？ノベルティって何？あー、これ、なんか、なんていうのかな。俺あんま英語は得意じゃないからあれなんだけど、なんかもう、なんか何？限定グッズ的な？全然わかんないけど。お店のノベルティとかなんかもう難しいわ。ジーマのじゃあ今度あげます。フェローズで営業の時は、あははは、ありがとうね。あ、これね、ほんと結構、まあ多分今知ってるね、お客様とかも、いるとは思うんですけれども、まあ本当にこれ冗談じゃなくてね、リアルガチなのでね、ぜひ来てください。はい。珍しくお酒飲まないんだね。確かね、青いステーション始まって以来、多分俺飲まなかったの数回ぐらいしかないんじゃないかな。そうそう。いや、最近ね、まあ最近昔よりは飲まなくなったかな、昔よりは。あんまりね、最近飲む子が少なくなってきたんだね。なんかあまりにも飲んでもあれかなと思って、お酒強くしてやろうと思ってたんだけど、まあまあまあ、俺自身も次の日の営業に支障を来すからね。いやー、マジで本当に酒最近残る量がもう異常すぎて、もう全然動けなくて、マジで。昨日も二日酔いなんか風邪なんか全然わかんないけど、やっぱもう寝ないとダメだね。タケルがこの間まあ、バンド演奏の時に、まあ、バンド練習の時って基本的にまあ、そのまま普通にやるんだけども、やっぱある程度飲んでいかないとこの気持ちが乗っていかないわけよ。で、気持ちが乗っていかないから、ある程度お酒を飲んでやるんだけど、タケルがもうすっげえ真っ青な顔してて、何してたんお前って言ったら、もう今日2時間しか寝てないんすよって言うから、いやいや、そんなんもう気のせいっしょっつってベロベロ伸ばしたけど、でも俺この間参加した時は1時間しか寝てないまま営業できたから、まあタケルがやっぱ結局言い訳だったってことね。タケルは言い訳だわ、もう今日あいつベロベロになるっつったからな。最近ニコ生でね、お酒飲んでないんだよね。お酒だってないからね。お酒なんかもしね、いただけるんであったらもう全然飲みますよ。うん。あ、最近本当にこのスタジオに置いてある、これしか飲んでないからね。今月俺ね、まあ、出てる席があるからあんまりはっきり言わないけど、あんまり今月ね、得意じゃないんでね。うん。今月よりジャパン派なんで、あんまね、今月飲みたくないんですよ。ゲストは新人出さないの。ゲストね、新人の子がね、なかなかラストまでいないっていうのがね、あってね、まあ、年とか、あとはね、顔出しができない子とかもいるんでね、そうだな、まあ、でも年ぐらいはね、再来週の放送にはね、出そうかなと、思っております。まあ、むしろなんか、まあ、ここのコメントの時でもいいし、なんかお店行った時でも何でもいいけど、
そのまあ出してくださいみたいな言ってくれたら全然それはね配慮できるんでね、はい、全然全然。最近新人の子最近ほんとすごい入ったからね、未成年の子もすごい多くなったから全然わからんわ。まあ後半発表っていうか、まあ初めが来てちょっとある程度落ち着いてからじゃないと多分あれなんでね。そうそう、うん、お酒なしでも楽しいからいいよちゃう。まあまあ見てる側からしてみたら2週間の1回の放送なんだね、グイグイしないで話せよっていうところはまあ確かに多いんでわかります。はい、左にあるのは何、ああこれ左にあるのはもうマイベースです。マイベースベース弾いてくださいって言ってもね、もうこの時間でも全然マイベースです。マイベースフェンダー、これはねもう置いておきます。そうそう、あー酒ね強くなる、なんか俺お酒ほんと飲んでたら強くなると思ってたんだけどね、案外そうじゃないみたいで、やっぱ体質があるみたいですね。うん、あとうちのママとか大好きとか結構な頻度で飲み行ってるけど、あいつら全然強くならないからね。北海道の時も本当にマオとほぼほぼ一緒にいたけど、あまあそんなガッツリは飲まない、あでも飲んだな、まあ、まあ俺の中ではガッツリじゃないけど多分あいつの中では結構ガッツリだったと思うわ。かっこいい秘訣は、かっこいい秘訣、うーん特にあれ、かっこいい秘訣はって言われてもそんな賛否両論だからね、まあ、かっこいいって言ってもらえることもあるけど全然違うじゃんって言われることもあるし、何なんだろうな、まあなんかあれなんじゃない、なんかもうこだわりを常に持ってたら大丈夫なんじゃない、うん、あんまりベストアンサーが今ちょっと出ないんでね。そうそう、はじめさんもあと10分、まあ2時までには着くと思うよ、2時までには。そうそうそう、ぐい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 してほしい、じゃあぐい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 っていうのがめっちゃ来たらぐいぐいするわ、じゃあ、うん、久しぶりにフェローズと葵の合同放送、あ確かにね、そうなんだよね、合同放送ね、まあ合同営業とかたまにあったりするけどね、なんかほらうちが今月周年だから、その7月の22と23になんか主任とか拓也と、あ主任と拓也同じだわ、主任とか空とか、あとなんかそのなんかあと3、ね、言ったら3人ぐらいなんか営業でパーって来るみたいで、その時とかできるけどね、まあ合同営業とかねしたいよね、まあ年末ね、年末とかしたよね、年末とかね。そう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 、こうちゃん、しん、こうちゃ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 ん、こうすけってこと、フェンダーのベース、未成年者、フェンダー弾きやすいですよ、ジャズベースの、はじめさんたちまだってもう、だってもうまだまだなんじゃないかな、結構結構グイグイコメントしまくるよ。めっちゃグイグイ来た。じゃあ一杯だけ、じゃあ一杯だけ飲むわ、一杯だけ。いや重大発表って、でも結構な重大発表だから、まあそんな来た瞬間にウェイウェイっていう感じじゃないからね。そうなんですよ、いやまあまあまあ来てからの、まあ、お楽しみなんかお楽しみじゃないのか分かんないけど、そうそうそう、昔から軽音楽部なんでね、軽音楽部ベースはでもやってなかったけどね、一番最初、あでも最初ねベースやってたんだけど1ヶ月ぐらいで、まあ、俺が仲良かった、まあ、一番だって俺が軽音楽部入った理由が、その1年生のクラスの時になんか毎回休憩時間にギター弾いてるやつがいて、名前がね確かに伊藤だったんだけどね、その伊藤君がそのギター弾いてて、おかっけえなと思って話しかけたら、お前も軽音部入ったらみたいな、おじゃあ入るわみたいな、で俺ギターやってるからお前ベースやったらいいじゃんみたいな、何ベースってみたいな、でそっから始まって、で高校の時とか俺バリバリバイトしてたから、で普通にベース買って、でベース買って軽音楽部入ったら、そいつが結構ね不真面目なやつで、俺が入って1ヶ月後ぐらいに学校退学になっちゃって、で成り行きで出てます。入ってるわ、入ってますよ全然。いやーもうカロリー送ってほしい、カロリー、あーでもカロリーなー、最近また俺鍛え始めたからさ、ちょっと糖質とかマジでヘルプですげえ気にしてるから、なるべくやったらね焼酎のお茶割りとかが全然いいんだけども、そうそうそう、カロリー好きっていうわけでもない、全然要素いらない、今そろそろ復活しようか、そろそろ復活しよう、伊藤君かって知らないでしょ。俺結構ね伊藤っていうのにねすごいね縁があると思うんだよね、
なんかその中学の時に、あ、中学じゃねえわ、高校の時の、だからその軽音楽部入った、きっかけも伊藤くんでしょ。で、リンガーハットでも働いてたんだけど、リンガーハットで働いてる時の同期の同じ学校の女の子も伊藤さんで、で、俺が前の店の店舗ですげえお世話になってた人が、その人の本名も伊藤さんだったから、多分伊藤にすごい縁があると思うんだよなって言ったら、うん、やっぱりあの伊藤くんだった。あ、本当に知ってる人、まあ、意外とね、同級生見てるシリーズ多いからね最近、マジで本当に、うん、新宿かぶあ、いや全然ね、なんかいるっていうのを把握、新宿近辺にいるっていうのを把握してたらね、なんか全然驚かないんだけど、え、まさかそんなところで会うっていうところがね、まあびっくりするんでね。だって一番びっくりするのが、これ本当に今同級生見てたらちょっとね、その子にかわいそうだから言わないけれども、まああるね、女子の子がね、まあ同じ学年のね、まあ H、 僕 H 高校、まあ保土ヶ谷高校行ってたんですけど、その子がね、久々に久々にというか歌舞伎町で普通に会って、もう1時半ぐらいのこのぐらいの時間帯よ。うわー、何してんのって言って、で話してを聞いてたら、まあ某有名な、ホストのグループのところの、まあ、バースで行った帰りだと、おーすごいな、何してきたんって言ったら、シャンパンタワーしてきた、イエーイね。でどれぐらい使ってきたんですか、300万って言って、なんかそこでエース知るんだよねみたいな、そういうね衝撃的ニュースをね、3、4年ぐらい前の夏に経験したんで、もうそれはもうだいぶびっくりしましたね。はい、今日月ロックグイグイじゃないよ、伊藤多いね。そうそう、伊藤ばっかり半端ない。田中君、あ、田中本名出して思ってるわ。そうそう、いやいや、源氏な伊藤亮とかあって、もう南亮でまだ、いや、なんで南亮にしたかって言ったら、何あれはあるじゃん、漢字のさ、美しい波とかさ、なんか方角の南とかあるでしょ。だから、水に波にして当て字なんだけど、あれで南亮にしたのは、まあ、検索したら一発で出てくるかなと思って、そういうあれで南亮にしたっていうね、まあ、先輩からもらったっていうのもあるんだけど、そう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 、そういうエピソードがね、あるのでね。そうなんですよ、源氏な伊藤亮だったらもう誰か分かんないでしょ。学生時代の友達とかまだ連絡取る、まあ連絡取ったりすることもあるし、なんていうかな、まあ、この間俺先月みこし担ぎに地元帰ったから、その時とかにね、でも俺携帯マジですげえ壊すから、その時だから何もう電話とか全然入ってなくて、でこっち来てからちょいちょい知り合ったりとか、今ほら Facebook があるじゃんか、 Facebook が、 Facebook のメッセンジャーで連絡送ったりとか、結構でもさ、なんかFacebook シリーズって多くない？俺だってそれで、なんだっけな、去年かな、去年ぐらいに同級生の子がなんか結婚するってなって、でそれのサプライズムービーを送ってくださいみたいのがあって、それだって俺送ったからね、その何 Facebook からの LINE からのそれで送ったりとか、ちゃんと漏れるかなと思ってちゃんと漏れるかなと思って、ビューティープラスの動画で撮ったからね、もうやっぱそこをさすがに持ってかないとなんで、でも全然ね、動画っていうのがマジでね、俺全然漏れなくて、もうね、すごいショックなんですよね、ショックショック、そうそう、歌舞伎町で同級生に会ってみたいなって言われてもね、会うもんなんかな、分かんないけどね、まあでも地元の人とか結構ホストしてたりするんじゃないかな。俺の地元の同級生をホストしてたのかな、なんか一人だけしてたんじゃねえかな疑惑のやつの子とかいるけどね。みこし担いだ写真あるけど、もうあれだよ、なんかもう結構ブレブレだよ、ブレブレ、インスタ載ってるよ、インスタ、うん、ほん、いや、ふんどしではな、担いでないな、なんかハッピーみたいなの着て、なんか捨ててこパンツみたいの履いて担いだな。そうそう、 Facebook ね、最近だってマジめちゃめちゃ見ねえでしょ。俺だってもう Facebook と Twitter だけは使い方全然わかんないから、インスタしかしてないわ。 Twitter 登録したもんまだわかんないけど、一時期ツイキャスハマってたけどね、俺なんか歌舞伎町でインスタが流行る、歌舞伎町っていうかもうその世間的にインスタが流行る前に、南の、まあ関西の、まあ関西かどうかわかんないけど、まあ向こうの西の人のホストの人はツイキャスでお客様掴んでるとか初回引いてるって言うから、あ、それやばいんじゃねえと思ってツイキャスされ始めたんだけど、でもその時の俺のツイキャスって多分200人ぐらいしかフォロワーいなくて、
で、見てくれるのも30人くらいしかいないから、これ全然一人でやってても、しかも、ま、嬉しいんだけど、毎回同じ人しか全然見てないから、これちょっとどうしようかなと思って。そうそうそう。ツイキャス復活してもいいんだけどね、でもうちの態度がね、これ2回言うけど、うちの態度がね、そのね、インスタをね、その、あ、インスタじゃねえよ、インスタって書いてるからインスタって言って思った。そのツイキャスを始めて、ちょっと俺結果出すんで、もうツイキャスマジでやべえから、ちょっと見ててくださいよっていうのをね、確かね、先月か先々月ぐらいの会議で言われたんだけど、あいつ一回待ってるとこ見たことないからね。うちのタイガさん。あいつな、やる気はあるんだけど、そういうとこな、若干だらしないとこあるからな。びっくりするでしょ。俺もだってこの間の会議で、まあ、そういえばタイガそんなこと言ってたわと思って。で、今週の日曜日もまた会議あるんだけど、多分あいつ絶対やってないからね。なんかさ、ツイキャスってだってやってたらなんか通知来るでしょ。俺多分通知ありにしろと思うから、多分そうだと思うんだけどね、言ったらね。そうそうそう。調べます。二人いる?あ、今話しまくってたから話のあれ全然ついてなかった。同じ件のスタイルけど、同級生になったことツイキャスやらインスタやってました。Facebook 放置、インスタチェックしてる、ありがとうございます。最近ね、なんかいろいろフォローしますみたいなの聞きます。ありがとうございます。はい。Twitter で知り合い欄に出てくる。いやでも毎日ツイキャスはちょっとしんどいな。つかあれインスタのさ、何動画のやつってさ、何あれ時間のむす、何時間のあれないの。ツイッターで確か30分じゃない。ツイッターじゃねえわ、インスタってあれないのかな、わかんないけど。インスタライブやってもいいんだけどね、最近ちょっと生活リズムバラバラなんでね、最近マジで全然そのレベル。いやでもすごいよね。だって俺この間さ、普通に、なんだっけ、なんかの理由で本屋行ったんだけど、本屋、あれだわ、渋谷のスタバあるでしょ。で、渋谷のスタバのさ、上ってなんかブックカフェみたいになってるじゃんか。なんか、立ち読みもできるし、その本買ったらそこでも読めますみたいな、なってるじゃんか。そこでね、確かね、あ、どんな本あるんかなと思った、最近の。で、パーって回ったらなんか人気ツイ、男の子だけ乗ってるんだけど、人気ツイキャスのなんか何恋愛事情とかなんか私生活みたいな、もうすごいよね。すごい。だって今だってな、まあ、ゲンキングとかもそうだけど、なんか SNS からさ、なんかいろいろオファー来て、最近の女の子とかもほら、もうよくね、なんかのテレビ番組で取り上げられてるじゃんか。まあインスタとかも出てるけど、そのインスタの写真上げるためだけに旅行行くとか。いやそれはさすがにそこ、まあでもさすがにそこもですよ。もうまあ俺もなんか一時期な、向こうのヤスと一緒に早起きして汐留のイタリア街二人で GoPro 持って撮影しに行ったけどな。そうそう、いやっすね。いやそれほどみんな行動力があったら全然誘ってもいいんだけど、やっぱその今最近うちのだってキャストでインスタ力入れてるかな、力入れてるかどうかっていうのは分かんないけど、まああれだ、魔王ぐらいがまあ毎日上げてるかなっていうとこぐらいでしか見えないからね、言ったらね、なかなかあれやけど。え、毎日上げてるっすよ。いや全然ちょっとわけがない。痩せないと無理、痩せないと無理。意味が分かんない。痩せないと無理だな。渋谷のスタバ交差点、渋谷のスタバ交差点のところよ。それの7、8階、7、8階っていうか一番上にカフェあるよ、カフェ。あそこね、結構遅くまでやっててね、俺たまに一人で行くんだけど、全然、まあ、会ったら話しかけずにインスタストーリーで量何ぐらいでちょっと使ってくれたら全然ね。あげるわ。最近なんかあれ流行ってる、なんかなんだっけ、何々使ってもいいよみたいな、なんか何、彼女って、あ、そうそう、なんか彼氏となうみたいな、なんかそういうのがよくわかんないやつ、最近流行り、CB って書いてる。CB って誰、これもう掃除やんじゃねえのか分かんねえけど、なんか変なっていうか、なんかあれだけど、はいはい。まあ一人ね、若干1名、うちの店でもね、ぽっちゃりボディが来たんで、ぽっちゃりボディ、まあ多分誰かね、分かんないと思うけど、あとね、まあ今ね、のんきにタバコ吸ってるんでね、もうこれ CM 早くパッて言って、強制出演させたいと思います。ぽっちゃりボディ分かるでしょ。はい。はい、それでは、締めの方、どうぞ。
慰安旅行って年何回あるんですか？年4回だよ。今までどこに行ったんですか？福岡、大阪、北海道、タイ、グアム、台湾。誰でも連れてってもらえるんですか？入店してすぐでも行けるよ。マジか！やっぱりのみじりっすね。サンシャインなんすか？ただのデブじゃねえか。そうや、ただのデブじゃねえか。あ、お前場所おかしいっす。みんな見てるっすよ。りょうさんやろ、たけるやろ。いや、ソウジと俺とはじめが逆だな。ソウジ久しぶりにラップ聞きたいって。懐かしい。よいしょしてくれたらやるよ。ズンズン気持ちよく授業で聞かせるわけやるから。ズンズンチズンズンチズンズン。今日めっちゃおしゃれやん。今日めっちゃおしゃれやん。誰が誰ですか？ソウジめっちゃおしゃれやん。ういこれはじめさんしよう。ズンズンチ、これなんて読むんですか？ズンズンチハズな、はいバズーバズーリーバズー、はい、さっきまでそのテンションで話してなかったから、はい、イヤホンつけてる女の子とか男の子とかびっくりしちゃうから、はい、ある程度徐々にボリューム上げていかないと。そういう気遣いとか。ああ、そういうことか。そういうとこやわ、お前。そういうとこでしたよ。ほら、何が学んでんの？掃除、とりあえず飲めって。あっちゃー、掃除としたことが。掃除、空気読めないわ、グイだわ。イエーイ。サンシャイン来たもん。確かに今日みんなガラガラしてるからチカチカするな。あ、確かに僕だけ髪色っすけどね。だって花柄に、サイケ柄に、ドットとリンゴにただのピンクだもんな。いや、ほんならもうこの中で彼氏とか好きな人に一番着てほしい服は誰ですかっていう質問を。ピンクあるっすかこれ。分かるよね。だから誰の服装が一番好みってことでしょ。そうです。見た目関係なくて。でも、タケルお前。いや、それお前言うな。俺もそう思ってんねん。なんすか。絶対投票でお前、良いやね。でしょうね。うん。服破けてんもん、なんか。ありがとうございます。大丈夫。めっちゃもうなんか自分のばっか少ないじゃない。それはちょっと俺さっきから飲んでみよう。見てみよ、ほら。やろうや。見てみよ、ほら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 。めっちゃないっすね。ほら、すげえから、俺すげえから。やろうや、やろうや。見てないっす。じゃあ後で YouTube 見とけ。めっちゃアンケートしたがるやん。したがるわ、そら。あ、ちょ、混ぜんなよ、お前。あ、そういうコーナーやからな。俺特茶、俺特茶だから。そうなんすよ。そうや、なめんな。なんで？ベロベロじゃない、こっちとか。全然飲んでない。だって今日掃除全然飲んでなくない。いや、一番飲んでないですよ。マジっすか。俺超飲んだっす。でもさっきあの、飲みながらちゃんと話してってからな。あ、わかりました。じゃあとりあえず乾杯するか。タケル太いなんて。はい。まあ、ブーイイエーイ。よし、これアンケートやってます？あ、取りますか。あ、なんか誰の服装が一番好みかっていうのでアンケートお願いします。絶対違うっすよ。あの、重大発表のタイミングはちょっと自分でしてな。ありがとうございます。今週の日曜日、神楽はじめバースデーなんだよ。イエーイ。何歳なんの先生。それ、マオの広いやん。33か、あっという間だな。うん、で、5個違うんだな。そうですね。ああ、大違うか。僕とソイさんと一回り違うっすかね。山本のぬみ一回りと一個っす。お前僕と違うの。だからソイさんがネズミっすよ。いや、ちょうど俺一周やってる。僕早生まれなんで牛なんすよ。いや、もう33って言ったらもうなんか結婚もしとって子供もおってなんか犬小屋とか作っとるっていうイメージがあったけど全然変わってへんな、16歳から。いや、そういうもんすよ。でもそうだよね。俺なんて若い頃なんて俺30で俺死ぬと思ってたから。あと2年じゃん。今死んだらめっちゃ困るわ。余生じゃないですかね。え、なんかそういうもんじゃない。なんかさ、高校生の頃とか俺マジこのままかっけえもん死ぬからみたいななんかよくわかんないこと言い切りまくってた。中二病感。いや、でもそういうのありますよね、男の子。あったな、あったな。全然今死んだら困るわ。今一番死にたくない時じゃないですか。今死んだら店が大変だ。終わりっすね。店大変。では、結果表示します。はい。タケル 3.8 番。
グイ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 よしグイ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 よしグイグイグイ。でも100人いたら3人はデートしてくれる。いやでも今あれなんじゃん、ジャケット羽織ってたからじゃん。いやいや、もっと減るっすよ。ちょっとジャケット脱いでから、もう一回ジャケット、エロをお前こぼしたから、お前こんなもん。ジャケットこれ取って、アンケットこれ、もう一回アンケット、足もダメージばっかっすから。なんかめっちゃ言われてんすけど、なんか掃除のピンクマジ嫌だみたいな、そんなばっかなんすけど。ピンク着るなよっていう、着るがもうおかしいやつだよ。これイコールこれでやらないといけない。多分これ大好きだから、さっきから。いやでもな、そういやでも掃除やっぱなんかしたらまだピンクじゃないよな。何まだ早いですか、まだ始めそんな早いですか。うん、まだまだなんか大々色って感じな。何すか大々色。我慢群青やもん。たまに山吹色の、えだ、まあ幼児みたいなファッションしてるよ。ようじゃん、もうおじいちゃんじゃん。ガチャすか、俺より年下やね。ガチャ来たっすよね。ガチャ来た。めっちゃアンケートしたがるやん。これ、このマークなんですか、これは。いや、このマークね、なんなんかわかんないじゃね。いや、なんかあの身内のコメントがあるから、なんか誰からじゃわかんないけどな。掃除は肌色。いやいや、その掃除飲めなめなめ絶対10位ぐらいなんですけど。まあ大輔だいたい飲めコメント従業員ですからね。まあ、まあでもそれでもこれら、はい、俺らホスターだからな。お、どうした。いや、なんでもないです。あいつ、ソウジ君のやつですよね。ん、目についたの。あ、目についた。あ、でもほら、ソウジ君飲んでる時一番好きな感じ。絶対従業員じゃないですか。脱ぎたがり、俺もなんかあったらすぐ脱いだら大丈夫だと思って。いやでも俺最近思うけど、掃除ってなんか女装癖あるんじゃないかなっていうところがやっぱ。だからちょっと思ったんですよ、この間の水着イベントで。もうなんかもう連チャンで水着着てるし、なんかセーラー服着てるしみたいな。このままいったらそういうキャラになっちゃうんじゃないかな。いやでもなんかそういうの時の掃除が一番輝いてるよ。え、マジっすか。あ、だからいいことだよね、盛り上げようっていうその精神がな。まあ開放的にはなりますけど、なんか それはガチではないですよ。ガチの自分ではないですよ。いやでもお前今までで一番いい顔してたんだけど。うん、それはもうビキニの時ですか。お前と大川は一番いいから。大川やばかったっすよね、本当。いや、大川はやばいっすよ。犯罪でしょ。谷間作ったりました。おっぱいだって。おっぱいあるっすね。しかもあのまんま事務所行ってましたからね。マジで、あの格好で。あれお願いします。大川可愛いけどな。もう可愛らしいっすね、大川可愛い。何の結果っすか、なこれ。だからさっきあのこれ一回抜いてから、0.1% も変わってないですよ。しかも なんか俺が下がってるし、パーセンテージ。はじめさんなんか下がってる 5% ぐらい。なんなんこれ。でもタケルやっぱあれ、なんこれもう一生終わらなくないですか。だってうるさい、飲め言え、飲め、なんて飲んでから言え、飲んでから言え、飲んでから言え。ホールが雑。やっぱりジュージャン、え、脱いだやろ。あ、でからしいっすよ、はい、ジュージャン脱いだやろ。ジュージャン脱いだ、もうペンズ着てもう、はいはいはい、じゃあ僕やろう。え、もういいっすよ。アンケートめっちゃ長いよ。多分、次の場合、レイってんの。てか水着の写メってある人いんの。でも見せられるやつ、なくない。あ、はじめさんがなんか一個いいの持って。水着ありますよ。水着やで。いや、水着の写メ見。いや、あれ水着やった、面白かった。いや、でもいいかもしれない。めっちゃあるし、あれ多分モザイクになると思うで。あー、ピーになるっすよ。うん、なると思う。まだモザイクそんなんやったら。いや、でもモザイクなしバージョンでも全然いけるからな。そんなやったらまだ俺のさ、この絶叫マシン。え、これいいんすか、ミスって。別に言わないよ。全然なんじゃないけど。何それ。そうです。誰やねん。そうです。えぇ、まあでも見えないからな。よくわかんねえ。見えないからな。まあでもまあ案外、まあ水着イベント盛り上がったんじゃ。そうっすね。やっぱその普段と違う服装の感じやるっていうのがやっぱいいよな。いや、そう、新鮮っすね。前だってふんどしの時とかも結構盛り上がったもんな。え、何のコスプレとかやったら行こうと思いますか。ちょっとコメントください。あー、女子的に。そうです、そうです。あー、女子的に。え、でもハロウィンが一番やっぱ盛り上がるんじゃないですか今。ハロウィン、そうですね、年に一遍。あー、そういうことですか。その制服とかさ、なんか水着とかさ、普通のコスプレイベントとかやればいいんじゃないですか。いや、でもコスプレイベントってやっぱ何がどうなのかってところなんで、カッコつけるか面白いところで行くかってなってるわな。で、仮にコスプレイベントをやるとして、うん、どんなコスプレだったら女の子来るんかっていう浴衣やっぱ多いな。もう今までそれなんか結構衣装系のイベントで真面目にやったこと一回もないんですけど。代表鬼に入ってるゴリラみたいなでしょうね。なんかハロウィンしたな。そったな。そっ途中から捨ててましたけど。マジあれアマゾンで5万ぐらいしちゃった。え、高っ。そんなしたんすか。アマゾンなんや。でその手でその後一斉使ってましたからな。いやあれ大変だったわ。いや毎年俺はバースデーは1日目は変なのして、2日目はやっぱ格好、まあどっちかわかんないけどな。
あ、だってあれでしたもんね、あの お侍さんみたいな。そうだな、侍だったな。何村井ちゃんって感じだいぶちゃんって感じだガイ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 よし来いガイ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 よし来いガイ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 よし来いガイ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 よし来いねじ込んでくるなお前バンド練習しかないでいや、この後なんて言ったってバンド練習ですからね。このテンション上げていかない。もう今日このままかるめっちゃベース持っていってるいや、もう俺朝練習したから満足朝一人でいや、マジこれ今日9時に起きたからね、9時なんでなんですか。なんでなんすか。いや、だから生活リズム直そうと思って。じゃあここでぶち壊してやりましょういや、そんなことしたらマジでお前らの量ぶち荒らしてやるから。いや、一回やらかしてるじゃないですか、量。いや、でもあれまだ大丈夫。いや、マジっすか。あれまだ大丈夫。俺結構もうはちゃめちゃなラインまで攻めたことあるからな。二段ベッドめっちゃ揺らしたっていうのは聞いたことあるんですけど、二段ベッド揺らしすぎて、あのここのとこは負けたことだけは。飲むと力めっちゃアップしますよね。いやさ、人間的基本的にさ、やっぱその脳のあれで制御かかって 100% の力使ってないじゃんか。でもなんかやっぱ飲んでるとアドレナリン放出しまくって全力、言ったらカジバのクソ力みたいなさ。バカ力です。いや、クソ力だから。いや、俺の地元クソ力だから。ほどがやすか。あ、いいっすか。ちょっといいっすか。どっちでもええわ。あ、じゃあどうぞ。なんでやってんの。間は取る。いや、勘でもらえば、ってことやな、俺ら。で、せえへんのかい、ゴール。グイ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 よしグイ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 よしグイ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 よしグイ。よいしょ、じゃあこのメンバーだから一曲ぐらい歌っちゃうじゃん。いや、歌っちゃいましょう。あ、ウェイウェイウェイしましょう。みんな歌える。出えへんわ、そんなん気。いや、もうなんかもう楽しかったらいいっすよ。いや、はじめさんの歌声好きっすよ、カラオケの時の。逆にあのバンドでやらない歌だったもんぜ。逆にそれで何歌うんすか。この4人が一致しますか。書いてるよ、タケル金髪だから。でも意味が分かんないし、絶対従業員だし。いや、そんなことない。だってお客様に「お前金髪だから飲んでよ」って言われたら飲むだろ。いや、それヘルプだったら飲みますけど。いや、だから今ヘルプみたいなもんや。これヘルプなんすか。ヘルプだよ。金髪持ってきます。金髪瞬間はねえんだよ。リスナーの方々のお客様でどれだけやっぱ気持ちよくするかっていうのが大事になってくるんだから。半分ぐらい従業員だったじゃないですか。いや、半分ぐらい従業員だったら、やっぱあの従業員も今お客様の立場として通信料っていうお金を払ってもらって。俺次から絶対めっちゃコメントしよう、もっと。いや、俺さっきその質問して投げっぱやったけど、結局医者と浴衣コスプレですね。あ、医者って。医者もなんかいやらしい目線でしか見てなかった。いや、そうっすね。そんないやらしい目で俺らは見とってや。ひどいやろ。ひどいやろ。どうなんだろうな、難しいよね。でもさ、なんかその医者とかなんとかでもそうだけど、ある程度ガタイがないとな、よく見えないもん。いや、ほんとかもしんないですね。でもこういう体験の医者いそうじゃないですか。でもごっつおるよ、逆にごっつおるよ。悪徳マッサージ。いや、それもうアウトなでかいのよ、お前あのヌゲットやろ。あはそうですね。おっぱいみたいな、こうやってやるときに、あ、脱いでもらわないとみたいな。タケルはお相撲さんでいいじゃん、掃除ナースできる。なんじゃい。CA は、いや、もう女子のあれになってるじゃん。もうなんか女子じゃん。そっち系キャラで行こうもん、これから。タケルのコメントだけ悪意ありすぎじゃないですか。うん、なんか軍服自衛官がよう来るな。ここでも、まあ、同一人物でしょうね、きっと。なあ。まあ、だから言ったら最近の男子はひ弱なのが多いから、あの強い男子に守られたいっていう願望が多いってことじゃないですか。でも全員ボビーオロゴンで。ヒューエットリアム。あの、ここでちっちゃい声で真似してたから。拾ったっす。マジで。多分聞こえてたっす。ちょっと。いや、ごめん、ごめん、聞いなかったわけ。お前ふざけんなよ。何、もう一回やって。もういいっすよ。いや、それこそお前ふざけんなよ。まあまあ見てたな。メガネ、白衣、聴診器ってなんかいい。じゃあそういうイベントするじゃん。そうですね。どうなんですかね。水着で来店された方だけ俺らが調子いいとこ。でも自分がこの、あの青い医者来てるのに水着なんすか。青い1おっぱい好きの自分が調子いいだと思ったらどうなると思いますか。お前、はい、どうなる。考えてないんかい。いそう来ると思わなかった。でも異常ありだったらやっぱな、シャンパン飲んで直してもらうしかない。そうですね。青青でシャワシャワしない。酒は何病のもと。はい、は何病のもと。臨病のもと。最低だなお前。学校どこまで行ってたっすか。中学で。どうも入れなくてよくないですか。いや、でもそれよりなんか面白いコメント来てるわ。
りょうさんの隣の方ホストって来てるわあえて名指しじゃないっていう。え、どうなんそこは。ナイキですね。ナイキか。はい、金髪で。はい、たまにヘルプスナイキですね。誠っすね。掃除のどんだけ聞きたいって。どういうことっすか、どんだけって。モノボケっすか。あ、これな、インスタやつだ。インスタね。じゃあ、ちょっと、とっておきの、あの、モノボケしていいですか。いいよ。アップする。いや、アップします。いける。じゃあこれ2個使ってやる。うん、もういいか。はい、もういいですか。はい、掃除のモノボケまで、はい、3、2、1。はい、ここにこれくらい、こんくらいのビルがあります。ここにちょっと高いビルがあります。その間の唇。ちょタケルのモノボケも見てみたいって来てるわ。なんて言うの。なんて言うの。タケルのモノボケも見たいって来てるわ。モノボケじゃないよくわかんない。タケルだけ悪口がひどい。でもチャレンジ精神はいいと思いますね。確かにな。あ、タケルとソウだよな。こんなずっと嫌でんな。ほんとっすね。ソウラさ、マジ旅行の時クソイモってたっすからね。いや、あいつはイモリだ。いや、もうすごかったっすよ。ソウラはイモリだよ。妹はこうですよっていう。あがりしろなんです。そうやで、しかも意外と一世もそんなキャラなのにあいつめっちゃ恥ずかしいな。いや、多いっすよね。あ、歌ってよって。歌いましょう。歌何にします。目、鼻、口。だって掃除さんと僕しか歌えないじゃないですか。いや、俺、あのサビちょっとくらいわかるよ。実はでもはじめさんが何それ。もう完全にジェニギャで。ジェニギャな。ジェニギャあなたとかじゃないですか。いや、もうほらモンパチでいいじゃん。いや、モンパチはこの間だったから。え、あなたへでいいじゃないですか。歌えるからも。ボイスセットは知らんのお前。全然知らんっす。やっぱあの、このぐらいの世代になってくると難しいよな。10個とか離れてるんでね。やっぱでも自分はじめさんとなんか気合いを気する。いや、こいつとめっちゃ気が合うんよ。好きな音楽もめっちゃ合うんすよ。私あとなんかこう車乗ってて看板があるじゃないですか。で、なんかそれ言ってたー。言うタイミング一緒なんすよ。なんかようハモるな、お前から。ハモるんすよ。思ったことを口にしたら全然ハモるな。要するに、あの知能レベルがあるし。そうなんかもしれないな。だって、掃除なんだかんだ気合うんすよってめっちゃ上からだったからな。いや、違う違う違う、掃除じゃないっすよ。あぶねー。そういう風に見てるってことだよ。たまに始めって言ってもか。言ってないじゃないですか。先の台、あの、たまにあの、ミナミにさ、来てますけど。なんて言ってごめん。滑舌悪いんですよ。集中してたわ。ごめん。酒作ってます。ミキローザンやって。懐かしい。あ、懐かしい。一生一緒にやろ。いや、早く歌おうよ。あ、それは、それはあるんじゃん。よろしく。いや、わかんないっすね。え？一生一緒に行ってくれや。それしかわかんない。女バージョンの知ってます。いや、それはちょっとあの気持ち悪いから。スマップはわかるかもしれん。全然わかんないっすわ。スマップで行くか、オレンジで行くか。あ、ちょっとオレンジはわかんない。え、ミキローザンなんて歌っすか。リスペクトなんじゃないじゃん。ライフイズリスペクトじゃなかった。ライフタイムリスペクト。ライフタイムか。20のライフ行ってきました。そうだ、俺でもってやつか。何言ってるの。勝手に入れてやがる。入れてやる。何これ、わかんないんだけど。え、わかんないの。はい、デブどうぞ。デブのいそ。ライオンハート、ライオンハートでもいいけどな。あ、もうほんま、あ、それよかったな。ジェネギャス。ジェネギャス。ジェネギャス。そうした、あ、かけるかな。これや、いや、いや、ブーチョヘンザ、いや、よ、テンション上がってるやつ、よ、ブーチョヘンビリオ、ヘイヨ、ヘイヨ、エンディングスモール、俺でもしょうもない、売れ切りとかは嫌いね、尊敬し合えないけど、共に成長したいね、一緒にいてくれや、見てくれや、サイドも全部含めて。タケルはポッチャリ。俺の夢と夢は変わる。
溢れるのはお前の笑い声。一緒一緒にいてくれや、見てくれや、最後も全部含めて、愛を求めを見てくれや、今の俺にとっちゃお前が全て。酒でも飲んでないね。掃除も話してるだけ飲んでないね。一体みんな飲んでない。レイが住んで、大事住んで、だから一緒一緒にいてくれよ。上がったり落ちたりひっくるめて、掃除と初めが飲んでくれや。ぐいぐいしたいよ俺らの全て。一緒一緒に飲んでくれや。最後まで通す心配ない。似合う人生にいっぱい楽しい時間を前と生きたい。一緒に料理したり、映画見たり、愛のあるセックスに盛大したり。分からへんマジ、ほんま絶対お前話せへんわ、いやマジで。一緒に一緒にいてくれや、上がったり落ちたりもうひっくるめて、ありのままを読みてくれや、愛し合いたい。信じれなくなってた、早かった、一人になってや、きっと一丁前の男になってやる。うぅ代表全然結局飲まねえ、最後に飲むのは代表、締めて俺のラップスプチョヘンデリオ。チェギチェコワンツーグーグーよし来い、ヨーヨーもっと足して今日月チェクワンツー、今日もノーパンだぜチェキ。ダメだろこれ。ガチのそのラッパー系の人が見たらどう思うよ。ダメテンポだって。はい、それでは、最後の CM の方どうぞ。はい、慰安旅行って年何回あるんですか？年4回だよ。今までどこに行ったんですか？福岡、大阪、北海道、タイ、グアム、台湾。誰でも連れてってもらえるんですか？入店してすぐでも行けるよ。マジか！やっぱりロミジュリっすね。はい、はじめさんから重大発表があるみたいですね。はい、いやそうですね、来月から、僕はいよいよ、専務になります。おいはい、今月いっぱいでね、葵を、体験することになりました。うそー、はい、初めて見たー。まあちょうど今年で今月で3年になるんでね、まあ一個いいタイミングかなとも思いますし、うん、まあちょっとシビアな話になるからちょっとあんまりこうなかなかとなこの話してもできひんけど、まあお店でねまたね、皆さんとお話できて、楽しい酒飲めて見えない見えない、できたらいいと思うんでね、まあ今年のうちにね皆さん今月中にね
一杯まあ飲んでね、お話ししてね。うん、できたらね、いいなと思いますね。音楽が勝手にこの女になってるシビアなやつになってきた、音楽が。はい、いやでもね、あの本当にリアルね、まあ、うん、向こうの箱の時からそうだったけど、こんなね、長いこと働いて、まあ、やってくれた人がいないんじゃないかと、本当にね、寂しくなりますけど、だから今年のね、バースデーが神楽始めます最後ということで、青いではね、うん、今後まだいろんな形であると思いますけれども、歌まあ、初めのバースデーと周年プラス、初めの出勤日、まあ今後ね、まあもう営業日も少ないんで、毎日、ぜひ皆さん青いにご来店くださいませ。はい、まあまだ終わんないですけどね、まだ終わらないけどね、全然変に時間が残るっていうのは一人一人はじめに対しての思いを語る、それちょっとそうしましょう、はじめに対する、いやこれ真面目にですか、それともふざけてですか、どっちですか、任せ、どっちでもいい、はい、場面で、場面で、空気感で、俺もうないな、今言ったから薄っぺなって、平安の様子でじゃあまあ次炊けるかな、落ちやな、まあ、他ちゃんとっすね、普通に入って最初は代表チームではじめさんにお世話になってて、そのままなんすか、任せます、まあお世話になってめっちゃ助けてもらうことも多くて、まあ葵にいなくなってもまあ普通に遊んでもらおうと思ってるんで、今度ナルト一緒にやりましょう、一緒やな、ノーサンキューで、一緒やろ、いいっすか、うん、はい、まあ掃除葵入ってからまあ1年半ぐらい経つんですけど、まあ、結構入った頃からはじめさんにはお世話になってて、そのまあ一からまあめっちゃ普段仲良くしてくれるんですけど、厳しい部分もちゃんとあって、なんかこの人はやっぱついてっても大丈夫だなって思えるような先輩で、なんか基本先輩嫌いなんですけど、なんかでもその中でもなんかすごいいい人だったなっていうのは、まあ事故があって亡くなってしまったんですけど、まあなんかまあ、皆さんもニュース見たと思うんですけど、まあなんかそういうすごいいい人で、まあそのあちら違うなこれまあなんかまあすげえめっちゃプライベートで遊んだし、すぐプライベートの仕事の相談したら聞いてくれるし、なんかまあなんかいい人ってことっすね、とりあえず。ここいる？はい、はい、います。で、つけてください。で、なんか、まあ、そんな感じで、まあ、今月いっぱいで終わっちゃうんです、めっちゃ寂しいですけど、このメンバーでね、最後バースでバンドやって盛り上げていくんで、最後全員来てください、まあ全部そうなんですけどね、はい、イエーイダメだもん、これ勉強してきます、うん、はい、いや本当にあのいいやつでしたね、あいつね、まあ目でかいしちょっと変なやつだと思ったけど、まあ結果すげえいいやつやったな、あいつな、いいやつでしたね、うん、ツッコめよお前が、ただの金髪じゃないか、どういうこと、まあでも本当ただの金髪だな、まあまあいろいろあったんですけどね、まあただ青に入って一緒に働けてほんまに良かったなと思いますね、なんかホストってもうほんまにイメージがめっちゃ悪かって、なんかもうキモいなと思ったけど、でもなんかうちはなんか普通の店と違って、なんかまあいい意味で社会的にもみんな適合というかさせていけたらいいなみたいな店なんでね、うん、誰も見捨てへんし、みんながみんなやっぱ幅とか作らへんし、助け合っていけるっていうようなお店だったんで、すごい今後の人生において自分の中では、得るものが多かったかなと思いました、うん、皆さんに感謝してますし、これからも、もちろんそれはそうなんですが、うん、まあ5年後とか10年後ね、まあこのメンバーとかで仮に追ってね、何してんの今、あ自分こんだけ今頑張ってるんだよ、すごいなっていうような会話ができるようにね、人生を送っていきたいと思います、うん、なんでまああと、7週間、2週間、3週間かなあるんですが、皆さん、仲良く、楽しいお酒を一緒に飲んでください、お願いします、ありがとうございました、はいはい、もうね、そうだな、まあ、辞めた人間とはあんま関わらないってことで、ブロックされてすぐブロックしたら俺全員俺ピッ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 バースデーもストライキ起こしてみんな休むいやでも本当にね、もうまあ長い中やってくれたと思います、もう一番最初に入ってきた時に今の専務が、大阪から連れてきて、
で一人で毎回飲み青い来るからこいつゲイなんじゃねえかなとしかも大概来る時ベロベロで来るからこいつなんか頭おかしいんじゃねえかなとか思いながらまあいろんなね、年まあレギュラーになった月もね、今もそうですけどナンバーワンツーここでも争ったこともたくさんあるし、かつまあめちゃめちゃ怒ったこともめちゃめちゃ一緒に泣いたことも、ね、たくさんありますけれども本当ねアホみたいなやつででもバカ真面目で一生懸命なところがあるからやっぱみんなにも知られてると思うしまあそのなんだよな、まあ、この年の、バースデーも最後になりますけれどもまあ今年で終わってしまうけれどもまあ縁はね、切れぬまま、このまま一生を、やっていく中だと思うので、今後は、まあ、世代交代っていうね、まあ、プラスのところを踏まえて今後のあの成長も、まあ宗純もそうだし武尊もそうだし、まあ、大輔大河真央のね今はその5人が中堅幹部となって、今後になっていくので、今後とも葵の方よろしくお願いします。しゃあじゃあ最後乾杯しようか、うん、あコメントあのフェローズ来てくれますか行きたいと思ってます僕もフェローズまだ行ってなくないですか一回見てよ。うん。行けたらいいですね。まあ、ね、うん。みんなでね。何知らんすと、先輩に対して。グラス置いたの知らんお前、グラスお前ちゃんと置けや。何地べた置いてんねん、お前。しかも残ってるし。いや、お前出してよ。ちょっと足してやったけど。いや、でも早いな。3年も早いな。いや、早いっすね、ほんまに。でも俺、正直、ガチで寂しいっすね。いやもうそれガチで寂しい。めっちゃ濃いし。本当にやっすね。え、効果音で言ったらどんぐらい寂しい？え、効果音でどんぐらい寂しいか言っていいですか3、2、1ハコあ、1分前なんかないみんなえ1分前なんかありますか、うん、まあまあ、たけるのモノボケでいいんじゃないですかまあ、とりあえずみんなで乾杯するか乾杯でーすめっちゃ濃いんすけどよいしょー掃除がなんかつか一番大事なこと言うの忘れてた。まあ初めのバースでね、あのバンド演奏するんですけれども、8時半と10時半の、2部構成となっております。はい。ぜひね、その時間に合わせて、ご来店をくださいませ。まあ間に合わなくてもなんかもしかしたらサプライズで1曲ぐらいするかしないかもうね、その時のテンションによるので、まあ満員御礼のところを待たせるところもあると思いますけども、ぜひね、1時間でも、足を運んでくれれば、嬉しいと思います。はい、yes! はい、はい、それではね、このメンバーでこの後バンド練習していきます。いってきます。ベース、ボーカル、ギター、ドラムです。ドラムです。ドラムナイト。